やっぱね、厚の栗美味しいね。うん、やっぱ土地ね。うん、中山間地で寒暖差の気温の激しいところですので、まあ、栗の甘みが乗るっていう、まあ、栗の栽培に合った地域と言われています。ダメでしたね。今年は今のところまあまあじゃないですか。ここは私の生まれたところ、そよ風は中食べる。腹食べちゃう。一粒どうぞ。4個目。おいしい。ポップコーンみたい。こっちはいいです。うん。いいようです。